すごいだろう。22世紀のマジックハンド。変ないたずらはよせ。どうしても引き止めたかったんだよ。え、セバシ君、久しぶり。おじいちゃん。そのおじいちゃんってのやめてくれ。いいじゃない、おじいちゃんのおじいちゃんじゃ長いし。そうじゃなくて、こんなことしてる暇はないんだ。まった、これから静香ちゃんとこへ行くんだろ。そうだよ、一人で留守番しているので寂しいから遊びに来てくれって言われたでしょう。よく知ってるの。悪いことは言わない、行くな。余計なお世話だ。もう何なんだよ。やっぱりあれを見せなきゃダメか。何それ、アルバム？ずいぶん古そうだね。君のアルバムだよ。これには君の未来が映っている。僕の未来がアルバムに？なんで？おじいちゃんにとっては未来でも、22世紀から見れば過去だからね。つまり僕の10年後や20年後や結婚の写真とかが入ってるの？そういうこと。で、問題なのはこの写真なんだ。あ、これ僕？うん。でもこんな怪我したことないよ。だから言ったろ、これは未来の写真なんだ。君は今日静香ちゃんとこへ行く途中自動車事故に遭う。そして全治1ヶ月の大怪我をする。これ本当？でも外に出なければ事故に遭うこともない。今日一日家でおとなしくしてなよ。うん、くれぐれも外に出ないでよ、おじいちゃん。おじいちゃんはやめろって。じゃあ頼んだよ、ドラえもん。任せとけ、泥船に乗った気でいてくれ。大船に乗った気でいてくれ。頼んだよ。はあ、静香ちゃん怒るだろうな。のび太、静香ちゃんから電話よ。来た、どうしよう、どうしよう、どうしよう。よし、僕が断ってやる。頼む。はあ、もしもし、静香ちゃん、悪いんだけど。あ、いや、あのね、ちょっと僕にも喋らせてよ。面白い漫画が、おいしいどら焼きも。やっぱり約束は守らなくちゃね。静香ちゃん家に行こう。僕が事故に遭ってもいいのか。この僕がついてるんだ、大丈夫大丈夫、気をつければいいんだって。ちょっとママに挨拶してくる。挨拶？ママ。ん？何？長い間お世話になりました。あ？ママもパパも可愛がってくれて僕は本当に幸せでした。でもひょっとすると今日でお別れかもしれない。はあ？突然何言い出すの？だって本当に今出かけたらもう二度と会えないかもしれないから。一体どこへ行くつもりなの？静香ちゃん家。もう大げさなんだから。もう大げさすぎるよ。だってさて、静香ちゃん家はどっちの道を行くの？もちろんこっちだよ。よし、じゃあ慎重に行こう。タイムテレビ。このタイムテレビで10秒後の僕らを立体で映し出そう。今から10秒経つと僕らはあの辺を歩いているんだ。つまりあっちの2人は10秒後の僕らの姿なんだね。うん、そういうこと。うわー、逃げなー。あそこで跳ねられるんだ。怖かったよ。危なかった。タイムテレビのおかげで助かったね。うん、そうだ、今の道さえ通らなければ安全なんだ。本当に？じゃあこっちの道を行けばいいわけね。うん、わかった。じゃあもう安心していいよ。うん、うん、あっちゃー、参ったな。僕の自動車ぶつけて壊した。ごめんよ、うっかりしてたんだ。
泣かせたな。考えてみればこれも自動車事故の一種だ。いや、言えてるね。つまりまだ自動車事故の危険は去っていないみたいだね。あ、そうだね、気をつけていかなくちゃ。うん、ねえ、慎重になるのもいいけど、ちゃんと前を見て歩かなきゃ危ないよ。うん、そうだね。でも危険は後ろから来るかもしれない、分かってるの？うん、前も見ろっての。ほら後ろも、ほら前も。何言ってんのさ、前後ろ前後ろっていっぺんに見られるわけないだろ。そうか、じゃあやっぱりあれだな、タイムテレビ。そうだよ、これがあるじゃない、ずっと出しといてよね。また10秒後の僕たちを映し出す。いい、この道は見通しがいいから。どこから車が来てもすぐわかるね。うわあ、逃げない。このままこの方向で行こう。うん、こっちも危ない。はいはい、こっちだ。これまた危険。もう安全な道がないよ。弱ったな。どうすればいいんだ。そうだ、別に道にこだわることないんだよ。さあ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 、よその家の中を通っていけば安全だ。そんな無茶な。この際仕方がない。お邪魔します。すみません、いくら自動車が通らなくてもよその家を通るのは。ぬきゅっきゅっきゅ、なんか泥棒みたいで嫌だよ。ぐずぐず言うな、安全第一だろ。えい、庭で運転の練習してたのか。どいてどいて、また止められないのよ。なんとかしてよドラえもん。逃げるぞのび太くん。ああ、助かった。庭で車を運転する人もいるんだね。ここの庭は狭いから車の心配はないね。よその家の庭に入り込んで、この泥棒め。違います。運動無用。待って、もしやおじさん、あなたは何かの運転手さんでは。ん、よくわかったな、わしはタクシーの運転手だ。やっぱり自動車と縁が切れてないな。何、自動車から逃げてここへ来た。そりゃまずいところに来たな。どうして。この家は急カーブの突き当たりにあるので、しょっちゅうダンプカーが飛び込んでくるんだ。もう、逃げよう。そうだ、絶対安全なルートがあった。どこどこ。どうだい、屋根の上なら安全だろ。どうしてもっと早く思いつかなかったんだろう、僕ってバカだな。さすがにここまで来る車はないからね。大丈夫ドラえもん、もうこんなの嫌だ、うちへ帰ろう。手遅れだよ、きっと帰り道でやられるぞ。そういう運命なんだ。そんな無責任だ。こんなことだと思った。心配だから来てみたんだ。せわしくん、助けてくれ、どうしても自動車から逃げられないんだ。バッカだなドラえもん、こんなことじゃ安心しておじいちゃんのことを任せられないぞ。バカとはなんだ。おじいちゃんはやめろ。はい、うん、タケコプターで飛んでいけばいいだろ。ああ。しっかりしてくれよドラえもん。恥ずかしい。よかったよかった。しずかちゃんお待たせ。
く、大丈夫か、しっかりしろ。ごめんなさい、退屈だったからがんこちゃんたちに遊びに来てもらったのよ。えいにゃゃ、あかんでー。いやー、よかったよかった。ちっともよくないよ、こんな怪我までして。贅沢言わないの、こうなるはずのがその程度で済んだんだから。でも結局こんな怪我はしなかったんだよ。この写真は何？あれ